どっかに移動しときましょうか。三好家をどう攻めるか。ここら辺から行った方がいい気がするんですよね。三木城。だからここから移動して、ここ行っちゃおう。三木城。はい。で、このターンはもう、これでいいや。長宗我部家に一旦奪われたり。オッケー、よし、やっぱこっから攻めよう。ちょっと待ってくださいね。すいません、失礼しました。ちょっと敵襲があったんで。で、ここら辺あんまり人いないですね。三好家取っていきましょうか。あ、ここもいないんだ。じゃあこうやって取ってきましょうか。うん、兵士19だけど、いけるっしょ。いけるいける。うん、大丈夫だ。全然いないわ。いけいけ。まあ、ここら辺もある程度カットしちゃいますね。空の城取ってくるだけなんで。オッケー。よし。勝ったな。よし、これ終わり。終わりではないですけど。かなりざっくりカットしたと思うんですが、こっから始めて、こういう風に動いてここまで取ったと。で、あと2回戦争できるんで、ここ取っちゃいましょうか、こんな感じで。ここに行くと兵がちょこちょこいるんですよね。こっから行きましょう。で、どんな感じの戦闘範囲になるかわかんないですけど。ん？ここでいいのか？そうだね。芥川城に行こう。芥川城に行って、これ巻き込みたくないですよね。六角形。だから六角形を巻き込まないように、よし。じゃあ、こう攻めましょう。ナイス。ギリギリだ。はい。取っちゃうか。はい。いや、なかなかこのターン、充実したターンだったんじゃないですかね。多分皆さんにとっては一瞬、ほとんどカットしたと思うんで一瞬だったと思うんですけど、こっから始めてこういう風に取って、でここに移動してこういう風に今取ったところですね。三好の領地が一気に 1,2,3,4,5,6,7 8個まで削れたと。よし、じゃあこのターンはこれでいいですね。コマンド終了しましょう。立花道雪。さあ、ちょっと見てみましょう。相手の兵士はどんな感じか。よし、じゃあまず上のとこは潰しましょうか。荒木村重がいるね。どんな感じだろう。茶人。もうちょっと強くてもいいんですけどね。荒木村重。ちなみにこの300の内訳は、島左近がいる。ただ15歳。15歳、島左近。そんぐらいですかね、でも。あんまり目立った奴はいない。あー、マジか。
人強いんだよな、下妻ライレン。足がレースになってるし。まあちょっと一筋縄で行きそうにないですけど、とりあえずこのターンの目標はこの三つの城を取ることで。さあどうしようかな。これ多分島佐子が突っ込んでくると思いますけど、とりあえずこのターンはのらりくらりやりましょうか。うん、野戦で少し削りましょう。78あれば壊滅することはないと思うんですけど、鈴木シギアス、ちょっとこんな打ってみましょう。はい、いやー、クランカー、よし、桃地サンデーが混乱した。これラッキーだ、倒しよう。オッケー、来い、いいよ。下妻ライレン19、兵はあんま持ってないんだな。ちょっと下がるか。うん、下がりつつ、大砲じゃん。大砲持ってるんだ、やばいね、困ったな。どこまで戦うかって話なんですね。はい、よし、ちょっと下妻ライレンは倒しちゃおう。コースかね。オッケー、うわー出たやめろー、いけんな。島佐子の一撃に最後やられましたね。徴兵したいんですけど、わかった、戦争しながらこの城に行きましょうか。うん、そうしましょう。あれ？みんなこもりましたね。ラッキーラッキー。じゃあ行っちゃいましょう。これはちなみに、荒木村重か。55か、倒せるかな？ギリ倒せるって感じだと思います。混乱を打てば。なんか荒木村重、こしゃくなことやってきそうだな。うわぁ、焼き打ち持ってますね。これね、ちょっとね、どうしようかな。ちょっと一旦宮津城に出たり入ったりして城郭削りますわ。で、ここに退却して、で、ここで徴兵しましょう。OK。で、戦争。さあ、どう出てきますか。あいつらは、やっぱりあれですね、出てきませんね。なぜか、知りませんけど。とりあえず鼓舞して士気をマックスまで上げましょう。うわぁ、なんかいろいろ持ってますね、本当に。こしゃくなものを。
まあ、大砲1ずつしか食らわないんで大丈夫です。それよりも荒木村重に焼き打ちされる方が怖い。戦おう。撃ち合おう。そしたら徴兵しますか。ここはほとんど人いないんですよね。ここに200ぐらい兵力がいたはず。どうなるんだろうな。出てこないのかもしれないですね。一人しか出てないな。多分ね、200ぐらいの兵力はめちゃくちゃ弱いやつが持ってると思うんですよ。めちゃくちゃ弱いやつが兵を持ってて、でそういうやつらはね、出てこないことあるんですよね、戦場に。だからこんな感じなんだ。はい、こんなはずで倒そう。一応先導してみて、何も起きないと。よし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 。今、荒木村重捕まえましたね。お疲れ。うわぁ、なんかこの音楽。てれてれてれ。おー、なるほど。浅井家今潰し合いましょうか。ちょうど人いないみたいなんで。あこれ三好家が参入してきたら絶望ですけど、本願寺が来たらまだなんとかなります。これ潰しちゃいましょう。ちょっと本願寺中立に。ダメだ。まあ、この位置関係だったらなんとかいけるんじゃないでしょうか。いけ。オッケー。あんまりそのつもりなかったんですけど、浅井家を滅亡させたと。よし。じゃあちょっと三好をどうにかしましょう。どうにかするって言ってもどうにもできないですよね、この兵力。うん、さあちょっと戦争を見て、これ結構いいですね。この位置関係いいな。もう1000いるからね、ここに1000。俺22じゃん。どうしようかな。笑いしか出ないですよ。逆にちょっとこれで攻めてみましょうか。多分この人たち相手につくと思うんですけど、
自分の城が2個しかないっていうのがいいんで、まあそうなると思うんですけど。いいんですこれで、大丈夫っす。これ誰？あー、浅井長政。どうしようかな。とりあえずちょっと先導とかここら辺やって、ちょっとしばらく待ちましょう。うん、こんぐらいでいいです。じゃあ籠城しましょう。いいっすね。でここで一回徴兵して、でこの奥の足軽まで倒しますよ。倒せるでしょう。 OK ですね。はい、で一旦守りきって、今鉄砲部隊しか来なかったね。うわー、この人が、そうか、75いるんだ。これちょっとしんどいっすね。稲富さん多分鉄砲 A か S だと思うんですよ、おそらく。ここで戦ったら結構死が待ってる気がするんで、ここで戦いましょう。ちなみに鉄砲は、あー S ですね。あれちょっと戦うの相当しんどいな。大砲も使うんだ。大砲壊れた相手の。まあ残り5ターンしかないんで、逆にチャンスですね。この鉄砲部隊、鉄砲の鬼を潰せるチャンス。こう考えましょう。めちゃくちゃ強いですね。普通に戦って勝てるかっていう。死亡54か。ちょっとこんなさせてみましょう。この城落ちない、突撃倒せ、よしよし、ちょっと全力で逃げましょうか。この射程で 1,2,3,4,5 鉄砲 S だと射程が5マスあるんですよ。辛いな。ちなみに徴兵ってどうしたのか。今あえてやられました。あえて。なぜならここだと徴兵できるから。もちろんお分かりだと思いますけど、皆さんには言わずとも。何これ、どうしようかな本当に。まあでも戦争するしかないんですよね。戦争することでしか活路は見出せない。徴兵しようかな。
どうしようかな、ちょっと考えよう。これさ、ちょっとやばいね。これやばいわ、思ったより。俺なんだかんだ言って、三好は楽勝かなと思ってたんですけど、想像以上にやばいというか。どうしようかな。とりあえず徴兵しましょうか。まずね。徴兵して、どうやって攻めようかな、ね。まあ、これが一応いいと思うんですよね。自分の城しかないっていう。こういくと、また、こう、悲劇が起きますから。これで、うん。まあ、地道に削っていくしかないです。どうだ、秀吉さん。現実が見えてるね、秀吉。俺さ、またもしかしたらシーマそこぶっ飛んでくるかもしれないな。でも鉄砲部隊は今いないね。いくらかマシになったかもしれない。そしたら、そうだね。残り10ターンぐらいにしようか。これでいいや。で、ここで、島佐君飛んでこい。飛んでこないな。来い。じゃあいいや。地獄絵図だ、地獄絵図。うん。一応ここがいいと思うんですけど。戦うんだったら。ただあいつら壁を越えてくる可能性あるんだ。あそこのドア上げてあげようかな。おい、で、下がろ。この砦みたいなところで戦いましょう。これ誰だ？元山重達。結構強いね。うわぁ最悪だ。やってられんよな。ここ閉ざせたら意味ないんで。下妻雷連か。あ、でも案外削れたね。徴兵しよう。はい。オッケー。残り一旦だったら全然大丈夫だね。これ倒しときましょう。オッケー。三好正康。まだ育ちきってないな。うわぁ。ついよ、ほんとに。自分から出てく必要はないな。まあ、これで叩いとこう、一回。まあ、いいだろう。悪くはないでしょう。どっかでまあプラスマイナスの帳尻を合わせていかないといけないですよね。このターンはこれでいっか。お、稲富さん、高橋翔。
いや、思いのほかつまずくない。つまずくというか、これあれ中盤の壁みたいな感じになってますね。なぜか、なぜか、ここに40しかいないという。笑っちゃうよね。この人の数見ると。さっきの戦いもう一回やりましょうか。これまあちょっと取られる、うまくやれば城を取られずに相手の兵だけ削れるんで、相手の兵だけっていうのは言い過ぎか。そうですね。これ誰？あ、滝川一馬か。こんなもんでいいですかね。さっき残り10ターンでやって結構余裕があったんだよな。これでいいや。はい、来い。よし。そしたら、ここの扉開けよう。笑うしかないよな。で、ここの扉も開けときましょう。壁乗り越えて本丸来られた時に、すぐに駆けつけられるように。誰？伊勢丹だな。あ、違った。そごうだった。戦国ジョーク。戦国ジョークを繰り広げるほどの余裕がまだ俺にはある。混乱決まってくれないときつい。よし、突撃。はぁ、何をやってるんだ、勘弁。何をやってるんだ、勘弁。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。今しかない。行け。よし、だいぶ削ったね。これ倒しとこう。よし、ここで徴兵しましょう。はい。大丈夫だよ。全然いけるよ。鼓舞するか。オッケー。残り3ターンだ。来い。誰だ？竹中半兵衛。戦いたくないよ、あなたとは。半兵衛さん。戦いたくないんですよ。あなたとは。なぜ竹中半兵衛が来るんだ。一回混乱打っとこう。これでちょっと待ってね、もう一旦遊ばしてくれ。よし、オッケー。これで本丸立てこもっちゃっていいや。竹中半兵衛来るなよ。よし、なんとか耐えた。いやー、この人捕らえられたの惜しいね。
てかみんなあれだな。みんな戦闘マックス近くまで育ってるね。あ、まだ兵士1100いるんだ。引くわ。なんか。引く。引いた。でもここで戦うの非常にいいですね。もう一回やろう。でもここで戦うの非常にいいですね。もう一回やろう。織田家。織田家頼むよ。このやり方で削っていくしかない。先導やってみよう。はい。いや、非常にさ、この、地味な作業の繰り返しでしょ。急ターンで入ろう。はい。ここにこもって、で徴兵しとくと。来い！お前ら。相手してやる。誰だ？三好正康。消えろ！次は誰だ？松永長より。戦闘90なら結構やるね。これちょっとこうなしてもらう。くらえ！ふん。ちょっとこれ誰？半兵衛。いい加減にしてくれよ、ほんとに。戦いたくないって言ったのに。超好戦的な竹中半兵衛なの。うわぁ、三好義方。いい。戦闘156。勘弁してくれ。ほらよ。最後、突撃して終わろう。よし、オッケー。なんとか今回も耐えた。いやー、いいじゃないですか。ほら、120ぐらい減ってますからね、相手の兵。120ぐらい。この戦争は割がいいですよ。非常に割がいいです。竹中半兵衛。いつまでやるんだ、俺は。ああ、来たまえ。誰だ？おい。混乱させるぞ。はい。普通に叩こう。いい感じ、いい感じ。はい。OK。やった！やった！もうこの戦終わりでいいだろ。ほらよ。これ誰だ？なんでこの人たち来るんだろうな。来ないでいいのに、援軍の奴らは。攻撃しとこう、一応。オッケーオッケー。これは大勝利だ。素晴らしいね。はい。なかなか価値のある勝利だったな。もう一回行くか。よし、ついに、斎藤家と織田家は、苦戦を決め込んだね。早々に気づいたみたいな。あの戦で何も生まれないということね。そうだよ。何も生まれないよ、この戦で。やめよう！戦争を。
三好、乱世終わらせようよ。まあ、なぜ分かってくれないんだこいつら。あ、徴兵しなきゃ。あ、最初の相手は誰だ。島左近か。暗い、捕らえろ。ダメだ。島左近が狭山城に退却ってなんかいいな。これ誰。うわー、三好三人衆強いのかな。あ、そんなに育ってないですね。はい、大丈夫、耐える、耐えれる、いけるいける、倒せ。あった、浅井長政、気負った。すぐに死んだ。これ誰。うわあ、また下妻ライレン来たの。勘弁してくれよ。一回倒したらもう、あれしてくれよ。どっか行ってくれよ。なんか来たしな。大砲はやめろって。おもちさんだよとかな。何度でも蘇るさって感じだね、こいつら。よし、おー、671まで減ったよ。皆さん、やりました。もう一回やりましょう。なかなか減らせてきてるんじゃないでしょうか。異常にあれだよね、外に出てる人たちも少なくなってきてるからね。またいるのか、この人。してくれよ。今度15ターンでいいや。はい、来なさい。これ開けちゃおう。あ、開ける前に傭兵だな。一発で倒しちゃうかもしれないし。鼓舞しよう。はい、倒した。よーし、今一人だけだね。よし、下妻ライデンだけだ。来い。許さねえぞ、こうなったらこっちのもんだ。倒せ、激だ。いけろった、下妻ライデン。ついに二人か。足利義ってると、これちょっとまずいね。まずくはないけど、ついにさ、その奴らの、なんていうかな、スタミナじゃないけど、記録が尽きる時が来てるかもしれない。ついに。粘りがちだよ、粘りがち。よし。混乱、はい、ちょっとやめたまえ、後ろに抜けたじゃないか。この人が厄介だからな、鉄砲部隊。死んだじゃないか。あそこに行こう、後ろに来てください。ここまで。で、これで鉄砲部隊のこの人を削っとこう。めちゃくちゃ強いね、相変わらず。混乱されちゃったよ。
いいタイミングで終わったな。やっと腰倒せたわ。強すぎだよ、この坊さん。よし、552まで減らすことができました。そしたらここ行きましょうか。金ヶ崎。で、こっからこう攻めれば、おそらく、これとこの城までしか入らないはず。で、徴兵もできそうだしね。ちょっと金ヶ崎に移動しましょう。はい。で、このターン終了。いらんわ。よし、ちょっと確認してみましょう。いい感じですね。うん。やっと城取れますね。少しだけ。徴兵してから行きましょうか。ちなみに鉄砲持ちます？一回普通に攻めます。鉄砲部隊を釣りたいんですよね。釣れるもんなら。一人出てきてくれましたね。うん、で、この人守りに来てほしいんですけど、この城を。どうでしょう。とりあえず向かってきてますね。このままステイで。来ると思う。来ると思う。よし、ラッキー。しかも雨降ってる。ぶっ倒そう。この人本当に強い。尋常じゃないぐらい強い。生かしておかない方がいい。この人がいるだけで城落とせないですからね。頼むから捕獲してくれよ。お願いだから。よし、 OK。 で、この城いいです。いらん。ちょっとここ行きましょう、今浜。こんな感じですか。上角98、楽に取れるね。で、この城を落として、で、ここに戻りましょう、金ヶ崎。じゃないとまた。よし、 OK です。で、ここで徴兵して、このタイミングで徴兵して、で、またこうやって攻めましょう。これ落とせそうですね。落とせそうっていうか落とせますね。やっと。よし。これ誰？あー、疲れた。なんでこんな疲れるんだろう。よし、ちょっとよしてる。一応混乱させてから叩きましょう。オッケー。はい。で、最後これ鉄砲持ちが待ってるんじゃないですかね。うん、鉄砲持ちですね。 B、 鉄砲 B。 はい、ちょっと城郭下げます。扉叩いてる間にね、鉄砲バンバン撃たれるんだこれ。よし、こんなもんでいいですか。こんなもんでいいですかって誰に言ってるのかわかんないです。
よし、神戸頑張ってくれ。鉄砲で撃たれるけど。ほら。91から始まって。いや91あったのがもうここまで減らされてますからね。やっぱね、鉄砲に本丸にこもられると非常に苦労すると。まあ今まだ鉄砲適正 B の人だったから良かったですけど、あれがさっきの S の人だったらこんなもんじゃ済まないというね。よし、いやー、追い詰めましたね少し。足軽しかいないか。これね、今戦いを挑むっていうのはありだと思うんですよ。うん。っていうのは次のターンになったら、またこの人に鉄砲を渡ると思うんですよね。そう、鉄砲の蓄えあるんで。今だったら、足軽しかいない。戦闘もそれほど高い人はいない。ちょっとやっぱやめますこれね、多分本願寺あっちに着くと思うんですよ。でこの兵数400っていうか鉄砲部隊が200ぐらいいるんだよ。200いないか。うん、次のターンにかけましょう。次のターンに。ああ、兵士どうなってますかね。足軽。わかった。もう俺が悪かった。西日本の半分をやるから出てってくんないか。ここに来ては織田と結んでるしな。これなんで戦争しちゃったんだろう今。これ勝てないよ、本願寺いるんだったら。何もすることないっていう。どうしてもあの稲富さんを倒さないと話になりませんね。よし、これでいこう。
で、これで、ちょっと一旦鼓舞しますね。うわ、稲富さん出てきてないな。あ、出てきてるか。何でもいい。185だって。これ稲富さんが守りに来てくれないときついっすね。来てくれるかな。あー、ダメだ、あっち行っちゃった。ここで場外に出るか。よし、チャンス倒そう。知らん。頼むよ、ほんとに。なんで鉄砲部隊に突撃してこっちの方が食らうんだよ、という攻撃は。やっとけ、お前らは、勝手に。そのインチキを。一人でやってんだよ、こっちはよ。一人で。神戸は一人で頑張ってるじゃん。ふざけんなよ。もう誰か独立したな、今。独立したな。誰だ、細川藤高。独立とかしねえだろ、細川藤高は。さすがに独立はさ。あ、なんで鉄砲部隊いなくなったの？鉄砲部隊いなくなってるね。なぜだ？てかどこ行った、あの人。この稲富さん、鉄砲じゃなくなっちゃったじゃん。超ラッキー、超ラッキーです。今しかない、倒すのは今しかない。六角さん、もう六角に取られてもいいや。しろ、別に六角に取られてもいいから三好だけ殺そう。やった。六角、まさかの伏線。今しかないよ、チャンス。よかったー。あんなに怒ってたのに。怒りが嘘のように晴れていったわ。あんな腹立ってたのに。めちゃくちゃ泥沼の戦いだったな。三好家がこんな鉄砲を持ってるとはね。もういいや、普通に倒そうぜ。いや、一応次の戦もあるから、やっぱり混乱してから倒すか。
突撃。何やってんだ、カンベ。落ち着いてくれ。ちょっと時間かかってるな。どうしよう。どいてくれ、早めに。なんかどっと疲れたわ。どっと疲れられた。なんか兵士がいるだけだったらなんとかなるんですけど、あのね、やっぱあれですね、鉄砲部隊。鉄砲部隊がいるかいないからだいぶ変わりますね。彼女落とせるか？落とせませんね。削っときましょう。ほんと泥沼。やっとここまで追い詰めましたよ。やっとここまで追い詰めました。もういいよ本願寺、どれもいい。間に合わないっしょこいつら。てかどんだけ攻めにくいんだよここ。はい頼む。なんだあいつら、無視して奥に行きやがった。物欲にまみれてるな本願寺のやつらは。領土欲にまみれてる。はい、こんだけ兵がいるんだな。もうちょっとこいつら無視よ。戦う必要ないね。あと三好の城2つだけだから、それ落としちゃえば終わりだ。行こう。ああ、そこ本願寺に取られてもいいや。関係ない。よし。誰？足利義輝か。ちょっと倒しときましょう。もしかしたら捕まえられるかもしれない。またちょっと足利義輝が独立したりすると嫌ですからね。義輝は結構独立する。 OK 生き取った。はい、やったー、やったー、三好倒した。もう終わりなき戦いだったな本当に。終わりなき戦いかと思ったら勝てた。本当に良かった。ちょっと待って、今3歳いなかった。気のせいだよな。うん、気のせい気のせい。3歳はいないわ、さすがに。いないいないいない。よし、足利義輝も倒して。14歳。ほんと疲れました、三好さん。あなたを倒すのは。非常に疲れました。いやぁ。ということで、かなりちょっと時間かかりましたけど、三好さんを倒せましたね。
まあ、パート、その5にまとまってるのかどうかわかんないですけど、2時間ぐらいかかったんで。もしかしたら5、6と使ってるかもしれません。とりあえず、ここで終わります。お疲れ様でした。おはようございます。では、パート7、やっていきましょうか。現在の状況は、こんな感じと。前回かなり苦戦しながら、三好を倒したところですね。で、今回のパートは、この本願寺とか、それから斎藤、織田、北畑あたりを倒していきたいところですね。でね、中でもこの本願寺はね、かなり鉄砲を使ってくるんで、早いうちに叩いておきたいなっていう。じゃあ戦争しましょう。こっちの方がいいね。ああ。これね、この鈴木一族、羽田優とか、重友とか、それから重兼、重秀。あそこら辺はね、鉄砲の鬼というか、冒頭鉄砲得意な人がいるんで。見てみましょうか。羽田優。なんでこんな強いの、この人。まともにやり合って勝てないよ、これ。どうしようかな。ちょっと飛ばそうか、ターン。こんぐらいまで。で、待って、重友は先にこいつ潰そう。鉄砲 S か。1、2、3、4、5。ここまで、縦に入らない。1、2、3、4、5。うん。ここに行こう。はい。OK。倒せ強えな、結構。OK、OK、いいよ。よし、突撃。とりあえず、こいつ倒せばいいや。なんで倒れないんだ、それで。いや、やった。今、一斉攻撃してくれて助かった。こんなすよ。はい。もうダメだ、これ。帰ろう。帰る。倒すか。ここでいいや。はい、徴兵。この城取られますね。まあいいや。こんな。オッケー。よし。やっぱ混乱は強いね。とんでもなく。はい。よーし。うわー、落とされた。誰だ？あー、強いね。ちょっとあんま戦いたくないな。これいいや。でも戦わなくていいや。なんか先導もターンが伸びるとか、まあやるか。はい。一発。オッケー。さあ、どうしようかね。あれだね。こっちの上の方はあんま人がいないっすね。じゃあ上の方から攻めていきましょうか。そうだね。兵士いない。はい。ゴールド。よーし。これで、とりあえずここまで、攻め取りましたね。
で、このターンは、もう、やめましょう。何もすることないし。次のターンどうしようかな。こっから、いや、下から攻めるか。で、最後、サダヨだな。なんだ、宝蔵院陰影。俺に部下はいない。よし、ちょっと見よう。どんな感じで。ここに貞湯で、剣女がここ。こっちから倒した方がいいかもしれないね。長島岩礁寺。っていうのは、ここ倒したら、こいつらここに駆け込むよね。で、また徴兵されたら、意味ないんで、こっから行きますか。つってもなぁ。めちゃくちゃいるね、ここ。織田家。大丈夫かな。こうやって攻めるか。こっからこう。ということで、沢山城に行きましょう。沢山、はい。いやー、これさ、本願寺相手だから、織田家うちにつくとか、あり得ると思うんですけど。はい。来い！あ、そう。いつもの展開って言う、いつもの展開なんだけど。とりあえずこの二人ですね。この二人を倒せば、もうどうとでもなる。どうとでもなる。待って、こっちから行くか。この二人に突っ込んできてほしいんですよね。ってことは、1,2,3,4,5、ここら辺だな。もうちょっと待とう。先導でもしとこう、適当に。これ、こんぐらい。いや、もうちょっとだな。これでいいや。1,2,3,4,5。ここ。で、ここ。来い！鉄砲部隊！鉄砲部隊来ないか？いやー、なんだろうな、1,2,3,4,5。ここ。足柄どうでもいいんだよ。足柄どうでもいい。よし！オッケーオッケーオッケー、いいよ。とりあえず、シギーで倒そう。まずは。倒せん。どんだけ強いんだ、こいつら。もう一回、よーし！オッケーオッケーオッケー、いいよ。一斉攻撃だろうが、なんだろうが。倒してくれた方がいい。これどうだ？俺行って大丈夫か？へっ。よし。ちょっと、倒そう、こいつ。倒せ！よーし！でかい。もう戦う必要はないな。残りにいた。逃げ惑おう。オッケー。目的は果たしたね。兵士18。兵士18か。これだったら織田はうちに着くかもしれない。北畑も。六角は相手につくだろうな。はい。ダメか。でも六角苦戦だ。いや、これ勝てるんじゃないかな。下手したら。下手したらっていうか、普通に。うん。勝てる勝てる。ちょっと見とこう。勝てる勝てる。よしよしよし。行こう行こう。
で、取っちゃおう。はい。OK です。もういいや。はい。このターンはもういいかな。ああ、北畑もかなり兵士いるね。ただ戦闘に秀でてるやつはほとんどいないぞ。うん。普通に力押しで倒せるね。ただまだほっとこう。先に本願寺を処理する。このターンはこれでいいや。なんだなんだなんだ？なぜ戦を仕掛けてきたんだ？合戦誘発ってなんだよ。いやー、まあ前向きに捉えよう、前向きに。観音寺城でも行くか。もうこれ最後のターンか。じゃあ先導でもしますか。火をかけた周囲に。よし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 。祈りのある敗戦だね。六角が兵士380いたのに155まで減った。これはあっさり倒せるだ。とその前に本願寺を片付けよう。先に、六角に助成されるとだるいから先に六角倒しますか。そうしよう、やっぱり。これでいいや。先導はもういいよね。オッケー。取っちゃおう。オッケー。よし、いい感じに六角にカウンター打ちたと。あれ、北畑もあんだけ兵士いたのに、あんまいなくなってるね。さっきの戦闘で。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ本願寺と戦おうか。ああ、北畑もいるんだ。まあいいや、行ってみよう、とりあえず。一回も成功したことないよ、これ。これね、鈴木重秀。この人が、どうするかなんだよね。この人がどう動くか。多分まともに行ったら引っ込んじゃうから、ちょっとテクニカルに、この北畑攻めるふりしてみよう。はい。よし。いいよ。鈴木重秀どこに来る？徴兵しとこう。来るね。来やがった。カモが鉄砲しょって逃がさねえ。絶対絶対ここで処理する。よし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 、いいよいいよいいよ、素晴らしいね。高本じゃ行っちゃおう。
あいつら、この城行くからもしかして。大丈夫、大丈夫。危ねえ。何をそんなに怯えてるんだ。ちょっともしかしたら見てる人は思うかもしれないですけど。鈴木シリヘイがここにもし、いて、攻めるとなったら、下手したらこの兵数で落とせないってことありえるんですよ。本当に。そんぐらい鉄砲Sの、こう、籠城っていうのは、恐ろしい。おお、やった!やった!嬉しい。最後に、徴兵引いた。ちょっと、このターンであれしたいですね。本願寺倒しきりたいですね。戦争しよう、とりあえず。戦争3回できるぞ。で、次のターゲットはこの鈴木、忠世だね。とりあえず突っ込もう。ここら辺でいいや。来い。いいよいいよ。畑冬安か。混乱とか。突っ込め。よし。逃げろ。もう何でもいい。鈴木定雄どうしようかな。とりあえず一発攻撃撃って、多分ね、まともに殴り合って五分なんだよね。五分どころか負けてるな。これ中入ろう。徴兵して、鼓舞して、よし。一回外出ようか、これ。よくないわ。この雨が降ってるうちに、鈴木定雄をちょっと処理したいね。混乱打ってみるか。頼む!で、溶けるな、混乱。もうその城はいい。やる。ふざけんなよ。なんで回復するんだよ、一発で。突撃しようぜ。お、やったー!嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい超嬉しい、マジで倒せ、勘弁鈴木定雄倒せ。あと一旦だ。あと一旦。くそ倒せ倒せ倒せ。やった頼む、治るだ、混乱。よし、倒そう。やったー、やったー、しかも生き残った。最高だ。あ、やばい、殺される普通に。逃げよう。ちょっと追ってこないで。よしよしよし、逃げる逃げる。やったー、マジで嬉しい。マジで嬉しいわ。いやー、もうこれ勝ったよ。本願寺の戦は。間違いなく。徴兵はもう終わって、先導してみようか。これで油売ろう。で、このターンに、金ヶ崎行きますか。はい。OKOKOK。素晴らしいよ、本当に。もう鉄砲部隊はいないっぽいですね。うん。じゃあここで徴兵しちゃおう。はい。いやー、なんかもうちょっとあれするかと思った。泥沼。ちょっと待ってね。ここ十字しか徴兵できないんだ。あ、ここ徴兵ゼロじゃん。で、残すとしたらこの城だな。
あ、そしたら最後に先導して、おお、ターンが増えた。こういうこともあるんだね。よし、終わり。よし、とりあえず本願寺は片付いたと。そしたらまず北畑から倒していきましょうか。北畑倒して、織田倒して、斎藤、織田家とかちょっと強そうだけどね。斎藤も結構強いね。よし、そしたら北畑家から潰していきますか。そうだね、こっから戦争を仕掛けて、こうこうって取って、でここに戻ろう。で、こう攻める。ということで、まず上野城行こう。ちょっと織田をね、この隙にというか、うん。これで織田が多分参戦してくるんですよね。で、どうせ倒す、うわ!これでも参戦してくるんだ。マジか。まあいいや。あれ?織田伏線。織田伏線か。意外というか、なんというか、これそんな強くないと思うんですよね。うん、あんま強くないね。ということで、歩兵して突っ込んでしまおうか。鼓舞して、歩兵して、先導して、で、おお、なんか最近よく聞くな、本当に。先導覚えといてよかったね。じゃあ次のターンから織田に喧嘩を打っていこう。かなりいるね、この3つの城だけで。1080もいるわ。勝てないっしょ。おー、斎藤勢が勝った。マジかよ。うるさーい。なんか今、違う人も来たけど飛ばしちゃった。お!徳川家が結構あれだな、調子いいな。あ、でもほとんど今の戦で兵士がいない。今のうちに倒したいな。戦国秀さん、浪人、まさかの。いけるね。よし、鉄砲部隊は一部隊しかいないと。これチャンスだね、非常に。よーし、とりあえずこれで戦しよう。で、長島城に立ってこもりますかね。うん。とりあえず、兵を減らさないといけないんで。だから、伊勢神山城は取られたくないから。ん?うん?お!
マジか。これは、なんと美味しい。兵糧不足だってさ、織田信長。何もせずともこれ、勝てますね。マジかよ。そうか。てか俺全然米のこと見てなかったわ。兵士のことしか見てなかった。真正面からぶったらくことしか考えてなかったけど。兵糧戦もいいな。てかね、領地3つだけでね、兵士1080っていうのはさすがに維持ができないというか。あと三好との不毛の戦に援軍を送ってたから、それでちょっと米が削れたのかもしれない。あの三好との戦に意味はあったんだな。いや、素晴らしい。これ戦争を繰り返しましょう。いや、もうちょっとだな。この城だけ取ろう。今回。犬山城だけ。やばいな、これ。あー、滝川和正がいる。どうだろうね。いや、ただこれ大丈夫だろ。鉄砲的性 B だから、1、2、3、4。これ大丈夫。雨が降ってる時に突っ込もう。落ちないでしょ。よし、突っ込むぞ。どけー。先にこの鉄砲部隊倒す。よし、勝ったな。秀吉か。ちなみに秀吉、まあまあ強いけど、まだまだあれですな、成長してないですな。おお、秀吉の一括受けんの。秀吉、殿のご恩がつきましたぞ。死んでくれ。さあ、徴兵でもして、ここはのらりくらり行こう。オッケー。さあ、これでもう倒せるだろう。うん。こいつらも多分見放してると思う。オッケー。織田家倒しちゃおう。非常にあっけないですな。前田家です。やめたまえ。あいつやばいな。自分の炎で死ぬなよ。雨降って、雨。オッケーオッケー。自分のつけた炎で死ぬっていう。いやー、織田家あっけなかったな。よし、じゃあ入っちゃって。
織田家はね、いや強いね、信長めちゃくちゃ才能はね。織田家は普段だとね結構拡大するんですけど、今回ちょっとおとなしかったみたいですね。で、本来だったら徳川家が結構手強いんですけど、今ちょっと人いないみたいですね。だから徳川に攻め入っちゃおうかなと思います。これ非常に美味しいんで。これダメだ、勝てないな徳川家康に。普通に戦ったらこれ強すぎだろ、戦闘200人って。なぜこんな育ってるんだろう。よし、じゃあちょっと家康と1対1やってみますか。ちなみに官兵衛の戦闘力は176、家康の戦闘力202。ただ足軽はええ、訓練133か、これきついな。まあいいよ、来い。あー、こっちの方が分が悪いっすね。ただ俺には混乱がある。混乱が決まれば勝てる。はい。なぜすぐ回復してしまうんだ。やらせじゃないか、これは。やらせみたいなもんだな、これ。消費しとこ。足利家康も、足利じゃなくて、徳川家康も徴兵できるんだよ。徴兵しようと思った時に混乱して倒そうかなっていう。一回も決まんねえじゃねえかよ、こんなんだ。どうなってんだ、一体。大混乱か。どうなってんだ、一体。俺の勝ちだな。オッケー、よし。はい。オッケー、ここら辺で。パートならはやめときましょう。おはようございます。ではパート8やっていきましょう。前回はかなり順調にいきましたね。まあ、本願寺オラと結構手こずるかと思いきやサクサクいけて、でまあ徳川まで倒しちゃったと。で、まあこの動画も終盤に近づいてきたんで、ちょっと他の勢力の情報を見てみましょう。兵士の数を見ると上杉謙信のところが3299と。黒の神22？まあそうか。ということで、まあラスボスは上杉謙信になるだろうと、この動画は。ということで、このパートはまあ上杉謙信と戦う前の最後の準備といいますか。まずはここら辺の北畑斎藤あたりを倒して、武田はね、どうするかっていう。逆に武田と組んで上杉と戦うって手もあるんですけどね。あと北条とかね。まあ、ちょっとやっていきましょう。で、今せっかくここにいるんで今川まで潰しちゃいますか。潰しちゃいましょうか。あ、これダメですね。やめましょう。このターンは終わりで。うるさーい。さあ、そしたら、ちょっとここを倒すのは絶望的なんで、北畑から倒しましょうか。ということで、観音寺城に行きましょう。はい。OK。こんな感じですかね。
うわぁ、同盟してるんだ。結構いますね。いやぁ、勘弁してほしいわ、本当に。ちょっと200か。あんまり目立った武将はいなそうですけどね。28。そうですね、100超えはあんまりいないから、一回釣りますか。なかなかいい感じじゃないか。さあ、ちょっとこの斎藤家に手出してみますか。いや、どうだろうな。これ、武田ね、相手につくか、うちにつくか、ちょっと際どいかなっていう。ああ、相手につくかな。どうだろう、まあやってみないとわかんないな。はい。うちに来い。相手か。いやー、来てくれよ。武田信虎ってまだ生きてるんだ。うわー、結構強いね。さあ、ちょっと稲葉哲に手出してみますか。オッケー、ラッキー。これ突撃しよう。ラッキーラッキー、治るだ。いいね。突撃。よし。ちょっと引こう。ちょっと来るな、武田信虎。来ないでくれ。いやー、最悪だな。帰ろ。こう来るか。しゃあないな、これ。ちょっと籠城しますか。帰ってったか。謎だね。もう一回行こう。オッケー、いいよ。徴兵来い。ああ、大混乱か。どうでもいいな、これ。9を上げれば奴には勝てると思う。44か。うわー、強いね。マックスまで育ってるわ。これはちょっと攻め方を変えないと勝てない。野戦じゃ負けるな。さあ、守りに来い。ここだな。よし、守り来たね。これ勝てるわ。よし、ゴール。で、まあ、もうこのターンは戦争できないですけど、ちょっとここに655溜まってるってことは、うん、ちょっと釣らないと厳しいですね。うん、まあ、そこそこ強い武将が集まってるって感じですね。そこまで手も足も出ない奴らが集まってるわけじゃないんで、なんとか。お、上杉謙信なんだ。うわぁ、ちょぼい家宝送られた。どうしたんですか。
両家繁栄のため盟約を結んでくれ。ちょっと待てよ。いや、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。ここで上杉と同盟結んでどうなんだ。違うな。代案を出そう。共通敵を作る。武田家。武田を一緒に倒そう。これどうだ。はい。やった。マジか。ってことは、いいね。これ武田家倒すのに上杉巻き込んじゃおう。これで武田も倒せるし、上杉の兵もちょっと減る。一挙両得。まあ、とりあえずこれでやろう。あ、素晴らしいね、これ。素晴らしい位置関係だね。行こう。まずはちょっとこの600の兵を減らさないとな。先導。おお、大混乱。とりあえずちょっと籠城作戦打ちますか。どうしようかな。12ターンぐらい。こんぐらいでいいか。うん、これでいいや。よし、来い。オッケー。結構まとめて入ってきたな。うわぁ、うじえ僕がいるわ。そしたらね。ここで戦おうかな。うん、ここで戦おう。オッケー。で、先導。大根です。結構足が高いですよ、今。もうちょっと後ろ行きますか。いや、これいいや。よし、来い。よし、来い。残りにいたら大丈夫。なかなか、宇治へ僕じゃ結構高かった気がする。142。すごい育ってる。こんなアウト。はい。なに?宇治へ僕じゃの足軽。倒しときたいな。なかなかやりますね。はい。よし、じゃあ最後内江牧前倒して終わろう。倒せるかな。オッケー。もう一回やろう。もう一回。てか何回かやろう。一発!くそ!よーし、間に合った。危ねえ、危ねえ。オッケー、オッケー、オッケー。よし、これで次のターンでなんとかなるだろう。間違いないね。で、武田はどうしようかな。この後そのまま武田のここ攻めるっていうのはありなんだけど。ただ、上杉型の兵がなぜかここには集まってないっていう。それがちょっと一個気がかりなんだよな。ここの方が集まってる。まあいいや。おっと、武田と上杉の、武田分かったか?なんだ?また上杉源氏が使者来た。なんすか?黒竹とのより良い関係。持ってのほかだよ。いいやつかもしれない。上杉謙信って。おい!何を考えてるんだ、細川藤孝は。見ないよ。勝手にやってくれ。何やってるんだ、あいつは。なんだ、一体。どうした、上杉謙信。あ!上杉謙信本人来た。黒滝とのより良い関係が我らの望みです。もってのほかだよ。もってのほかじゃないな。なんだ一体、上杉は。なぜ俺にこんなに良くしてくれるんだろう。
嬉しい。あ、お米ちょっと買ったね。ちなみにこうすると絶望的になるわ。やめた。普通に力押しで倒そう。力で倒す。わあ、これちょっときつい、ね。そしたらちょっと白落とされないようにこんぐらいにして、で野戦で一戦交えよう。来い。オッケー。いいよ。俺はお前らに囲まれはしない。決して囲まれはしない。遅刻でこんなると、はい。そう、なかなかあれだね、強いね。こうやられるとちょっと、うわー、なんでだよ。お、それでも耐えてるじゃん。やめろ、やめろ、やめてくれ。よし、帰る。俺はもう家に帰る。そうだな、ここの門を開けてやろう。それからここの門も開けてやろう。本丸まで来てくれ。この炭水じゃあそこら辺の城落とせないだろうね。先導しとこう。やめろ！オッケーオッケーオッケー。危ねえ。よし、こんなさせよう。はい。なかなか硬い城でよかったよ、松倉城。はい。これ普通に攻撃しよう。勝てるっしょ。さすがに。オッケー。お、大名を捕らえたじゃん。よし、じゃあ徴兵しちゃおうか。50だけど徴兵しちゃって、これでもう勝てるね。はい、100、110でしょ。で俺また徴兵するから80、85ぐらいになるでしょ。うん、これ勝てるよ。先に鼓舞しとくわ。いや、城の中入ってからにしよう。あいつら守り来てくれるかな。おお、なんとも面白い城だね。守りに来ないか。なるほどね。じゃあ外に行って、こっちはたらき飲めそう。カニサイゾーとか。竹中半兵衛。ちょっと待ってね。はい。81、138、63。カニサイゾーから倒すか。来い。オッケー。これでカニサイゾー死んだね。で、竹中半兵衛倒そう。なぜ混乱するんだろうな。ここ登ってくれ、頼む。よし。で、こう行って、こう行って、こう！オッケー。稲は一徹21か。結構あれだな。まだ残りターン数に余裕あるから。はい。突撃してみよう。倒せるだろ。オッケー。うん。こいつに案内してもらうっていうのは一つ手だね。一つ手だ。どうしよう。あ、ダメだった。先に行ってしまわれた。上角120、112か。厳しいかもしれん。行け！頼む、勘弁。ここで行ってくれ。ここだ！ここで決めるんだ！
十分だ。先に倒しちゃおう。うわあ、なんか竹中半兵衛が最後のこの、おお、さすが竹中半兵衛、半兵衛に混乱をかけると、この竹中半兵衛とかやつ、ほい、お疲れ。これ徴兵したよね、俺。徴兵はして先導はまだしてないんだっけ。大混乱だ。よし、じゃあ終わりでいいね。お疲れ様でした。でれれれれ。さあ、ちょっとこっからどうするかだね。なぜここにあんまり兵を置いてくれないんだろう、上杉は。ここに兵がいるんだったらこう攻めるのに。で、武田と上杉の相打ちを狙うんだけどさ。ちょっとね。武田はほっとこうかな。先に北条を倒す。すげえな。500?550? なんだここら辺。800? どうなってんだ一体。よし。じゃあ今ちょっとここで、こういう風に攻めるって選択肢はないし、行動もできないから飛ばそう。お!なんか結構あれだな、南部勢頑張ってるな。おお、なんだ、武田が押し返してるね。上杉のこと。すごい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 。やれやれやれ。もっとやれ。なぜかここに兵がいなくなった、全く。おおおい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 。誰もいないぞ、ここら辺。あっ、これはパラダイスの予感するぜ。よし。今武田の兵がここら辺に集まってるね。ここら辺。そうだ。で、ここら辺がね、スカスカになってる。スカスカ。だから、今このうちにここら辺の領地を全部平らげよう、俺が。全部平らげる。こうこう、こうこう、こうこうこう、こうこうで、ここに移動してこうこうこうとか、そんな感じ?とりあえず取れるうちに取っとこう。よし、行くぜ。上杉、ちょっと参加してくれ、参加。ほい。オッケーオッケー、やったね。さすが。名役通りだな、名役通り。下に行くんだ、最初に。なぜ?なぜ、最初に下に行くんだ?プランが崩れるんだけど、いきなり。先に春日山城から落としてもらえると、俺のプランが崩れる。あいつ邪魔だわ。なんとか殺せないから。こいつ勝手だわー、ほんとに。小野寺影道。あいつ勝手だわー。まるで連携を取ろうとしない。小野が欲望のために動いてる。よし、小野寺影道。この城郭を削ってくれ。頼む。いいぞ。行け。あと一回だ。よし、サンキュー!ゴール!よし、影道、上も行こうぜ、一緒に。この春日山城やばいね。
上角240だって。やばくない？一括。下手したら落とせないよ。やばいな。これ影道と一緒に連携取っていくしかないね。イニシアをめんどくさいから。これさ、落とせないんじゃないかな、16ターン。なんとかいけるか。よし。小野寺影道。あなたの力を見せる時が来た。行ってくれ。いいぞ。行け。小野寺影道弱すぎる。この春日山城があれだ。硬すぎる。さすがに。よかった影道がいて。よし。これさ、俺春日山城に行っちゃうじゃん。ねえ。こっから戦争、できないじゃんね。下の方に。いきなりあいつにテンポ崩されたわ。さすがに腹が立ってしょうがない。こう行くか。じゃあ、こう、こう、こう。こう、まあちょっとここ残っちゃうけどいいや。ここに行きましょう。うん、流しのだな、流しの。で、こうだな。今川は、どうだろうな。高遠まで取れるな。今川参加してこないでしょ。うん。わかる俺。奴らが来る前に、あいつら山越えしないといけないからさ、時間かかるでしょ。大丈夫。おっと、挑発覚えた。やったね。よし、逆にこっちに攻め入ってみようか。こう攻めるふり。奴ら釣られたよ。挑発っていう新しい、特技を覚えましたね。これはまあ相手のことを挑発できるっていうやつで。まあ鉄砲部隊がいたら、それに非常に有効なんですけど、もうあんまり鉄砲部隊出てこないだろうね。オッケーオッケー。よし、じゃあここ行こう。はい。さあ、いい感じに来てますよ。こう、こう、こう取ろう。こう、こう、こうな。よし。いやー、無人の城を落とすのは楽しいですな。倒す。あ、こんなしちゃった。いくついくつ。さあ、相手はこんな感じか。よし、上杉の協力を得よう。これだったら上杉の協力得られる。いや、来ないかもしんないな、これ上杉。来い。って。やった。なかなかやるね。義に熱い男だ。結構いるね。あんまり突っ込まないでちょうだい。どっから取る？ここからですか？私が行くまで待ってもらえませんかね。かかりそうだね、結構。間に合った間に合った。待てー、俺も城攻めに参加する。いや、俺に城攻めをやらせてくれ。
俺も上杉に対して義を見せたいんだ。よし、ちょっとまずは城攻めをする前に鼓舞をしないと。いや、鼓舞はもう終わってるか。そうだな、ちょっとこのターンを待つか。よし、今が城攻めの時だ。次はどこですか、里見さん。次攻めるところを教えてくれ。ここか。一人で行くなんて水臭いっすよ。自分も行かせてもらいますよ。里見さん一人を死なせはしません。よし、お願いします。クソ、俺も城攻めするぞ。次はここですかみたいですね。うわ、ここ絶対落とせないですよ、里見さん。ここ無理っす。頭おかしい。引いた、普通に。よし、もうちょっと実は取りたかったんですけど、あと一回戦争できますね。どうしようかな。こう行く。もしくはこの二つを取る。悩みどころですね。いや、でもね、ここの城に仮に武田信玄とかがわーっと来ても、こう上杉を戦いに巻き込んで、戦うことができる。ただ、ここはできないんで、ここだけ先にちょっとやっておきましょう。キーワードは、武田を倒すのは俺ではない。うちの上杉がやる。それがキーワードなんで。さあ、ちょっと見てみよう、地図を。おー、だいぶ武田減ったね。1、2、3、4、5、6。で、どこでやっても上杉を巻き込むことができる。これは次のターンが楽しみですな。どこに行きますか、武田信玄。追ってきます、どこまでも。